雀も絶好調なのだ。この調子で二刀流頑張るのだ。強制登板なのだ。キャッチャーは俺だぜ。しっかりリードするのだ。任せときんちゃい。第2球流し打ち、どうだ。ライト前ヒット。厄介なライナー出したな。根室再三ランナーを牽制します。そりゃ無理だ。これは悠々セーフ。第4球を投げました。よしよし。空振り三振。合いません。打ちました。二塁ランナー三塁へ。一塁送球。よしあと一人だ。いい当たりでしたが、セカンド正面。村神様なのだ。なおもピンチが続きます。追い立つのだ。あん。全員。まあいいけど。見送ってボール。第二球投げました。ボール。と見せかけて。第三球を投げました。おい。モザイク作戦失敗なのだ。全員と見せかけて勝負するつもりだったんかい。あと一人を抑えるのだ。第9球見送ってストライク。初球ストライクから追い込んだ。これで追い込みました。第3球を投げた。オッケー。空振り三振。ボール球で仕留めました。9回の表が終わって6対4。どうなるかな。ホームランを打つのだ。ホームラン打つのだ。帰るのだ。ダメだったか。ピンチになってもしっかり抑えたのだ。相変わらず絶好調だな。チームは6連敗なのだ。兵庫に来たからブランドショップに行くのだ。いらっしゃったのだ。大したものは売ってないのだ。僕いが誕生日のたびにうるさいから、そろそろプレゼント用意しとくのだ。また来るのだ。これで7連敗なのだ。ようやくセーブの機会なのだ。さあ連敗しとく、頼むぜ。これが15試合目の登板。追い込んでから投げた。いい球。空振り三振。投げた。変化球。空振り三振。これが4度目のバッターボックス。初球打った。ショート左。ショートから一塁送球。よしあと1イニング頼むぜ。絶好調だから3回またぎ余裕なのだ。9回の裏3点。第5球投げました。パーム。空振り三振。新球はあと1人。2者連続。2球投げました。打ちました。三遊間のゴロ。小園取った。1球これはアウトです。試合終了です。完璧なのだ。見事勝利。開幕にも完璧な投球だったな。勝利投手の面倒。連敗はこれでストップなのだ。ここから巻き返していくぜ。むむ、林さんは。そろそろ二軍時代のことは忘れてあげるのだ。これは歴史的和解。立った飯、立った飯なのだ。助っ人来たのだ。大谷が来たか。なんでまたファーストを取るのだ。ルイス取ったけど、ルイスの成績が良くないのかな。なんでやルイス仕事してるやろ。なんでポジションかむりの助っ人を取ってくるのだ。うん、この先生。さあ、今日はプロと対戦するのだ。ついにそこまで来たか。プロと初対戦なのだ。どんな奴らか楽しみなのだ。おい、普通のモブで笑った。本当にプロなのかなのだ。つも、タンヤを。ゲゲゲ。つも、第三弦ヤクミツル。つも、ハイテイ。ダメか。全然戦えるレベルなのだ。やっぱりモブはモブなんだよな。そういえばジジイが引っ越し、引っ越しって言ってたのだ。騒音じいさんかな。不動産屋に行くのだ。来たのだ。それなら高級タワマンがふさわしいのだ。見てみるのだ。
家賃15万の賃貸しか無理なのだ。豪邸住みて、頑張ろう、ビッグになろう。賃貸なら今の寮でいいのだ。よしよし、またお金が貯まったら来るのだ。交流戦まで休みがあるのだ。今日はブログを書くのだ。ネットゲームについて書くのだ。私がごまき、やめなさい。レス来たのだ。ネットゲームでの出会い、今の時代ならありだと思います。ねねちゃんも何かやってるのかな。ねねちゃんと一緒にやりたいな。ネットストーカーっぽいのだ。交流戦が始まるのだ。逆上がりの時間なのだ。頼むぞネメイ。連敗ストッパーネム。ホークス、この回はクリーンアップから。ラスト厄介なのだ。先頭バッターは DH のシュート。初球から打ってった。出しちゃったか。シュート。第3球を走った。二塁送球無理なのだ。これは楽。まあこれはしゃあない。バッター集中するのだ。今シーズン9個目の盗塁を決めています。か、第5球投げた。流し打ち。ルイス、よしよし。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。慎重に攻めるのだ。第9球投げた。初球ファンボール空振り。タイミング合いません。いい球。さあ2ストライクと追い込んだ。投げた。三球三振。ネムロ、ナイスピッチング。これであと一人なのだ。周東さんならヒットで帰ってくるから慎重にな。バッターは消防士なのだ。やめなさい。応えることができるか。第9球投げました。スローカーブ見送ってストライク。インコース低めに入れてきました。追い込んだ。ストライク。さあ次の1球が最後となるか。ブース、変化球、空振り三振。リチャード、全くタイミングが合いません。なんとか逃げ切ったのだ。よく抑えたぜ。さて本日のヒーローは。交流戦もこの調子でいくのだ。絶好調キープで頼んだぜ。頑張ったのだ。行くのだ。立った飯、立った飯なのだ。今日は回またぎなのだ。先発の森下、7回無失点の好投を見せました。ピッチャー8回の裏、3点を追い、第5球投げました。打ちました。ルイス、ダイレクトでボールを掴んでアウト。投げた。打ちました。ファースト右へのゴロ。ルイス一塁。次の投球打ちました。フラフラッと上がった。取ってくる。スリーアウトチェンジ。あと1イニングなのだ。三者凡退、無得点に抑えています。9回の裏、3点を追い、第5球投げました。ナイスボール。空振り三振。三振に切って取りました。左バッターを抜くなよ。柳田、絶好調対決なのだ。第1球投げました。まっすぐ見送ってストライク。第2球投げました。パームはボール。内角低め、惜しい。コース低め、外れてるのだ。投げました。外れた。ボール。第5球投げました。空振り。第6球を投げた。直球、空振り三振。あ、いよいよあと1球、空振り三振。カープ見事勝利です。仕事完了なのだ。さて今日のヒーローは勝利投手。眠い。今日もないピッチだったぜ。パリーグ相手でも通用するのだ。はあ、それまだ決まってなかったのね。もう5月中盤なのだ。どんな時期までテストしてたのか。坂倉さんなのだ。行くのだ。立った飯、立った飯なのだ。月間 MVP はどうかな。月始めで番がなかったから無理なのだ。6月に期待だな。オリックス戦は出番なしなのだ。はあ、中川さんなのだ。パリーグにも広がってるのだ。笑った。今日は延長戦での登板なのだ。
同点で迎える10回です。バッ、第4球を投げた。ナイスボール。いっぱい見逃し。5球投げました。ストレート、空振り三振。2球投げました。打った、三遊間の当たり。林、ボールを取る。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。さよならにして勝ちをつけるのだ。0点に抑えています。10回の表が終了して1対1です。帰るのださよなら勝ち。カープ見事勝利です。僕に口はつかないのだ。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まる。ほんと眠いは打たれなくなったな。絶好調をキープできたらこれくらいできるのだ。今度は宮城さんなのだ。ほんとプロ野球全体で噂になってるんだな。小山なのだ。今日は用事があるのだ。お金がもったいないのだ。また今度なのだ。おじきか。か、ピッチャー交代です。今日からセーブ3連戦なのだ。栗林、ピッチャーは連敗ストッパー、ネム。9回の裏、3点を追いかけます。ライ第4球を投げた。ストライク、空振り三振。球を投げた。スローカーブ、見逃し三振。球投げた。三者連続三振こいほー。カープ見事勝利を収めました。完了なのだ。さて本日のヒーローは坂倉。脱三振がついてから三振も増えたな。この調子でバンバン三振を取るのだ。坂倉さんなのだ。行くのだ。引き続きリードよろしく頼むのだ。か、ピッチャーを変えてきました。フランス降板。ピッチャーは連敗ストッパーネムロ。今日4番手としてマウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった動き。次が7球目。三振。9球投げました。打った。打球は三遊間へ。サードから一塁送球。アウトです。一塁。これから5球目。インド、空振り三振。根室、3安がうなります。今日もしっかり抑えたのだ。さて本日のヒーローは眠い。絶好調だな。このペースなら最多セーブも見えてくるのだ。チームも交流戦に入って好調だからな。西川さんなのだ。行くのだ。立った飯、立った飯なのだ。深夜徘徊するのだ。ラジコンで遊ぶのだ。目指せ山本まさ2世なのだ。うっし、まあまあなのだ。はあ、まずまずだったのだ。ピッチャーを交代します。西川さん、降板。ピッチャーは連敗ストッパー、ネム。ライオンズ、この回は上位打線から。あ、この打順だと。はい、今日はここまで4打数1安打。投球これから2球目。ストレートは4。第3球を投げた。ストレート。出た氷の同じコースでね。追い込んでいます。投げた。初球、マジかよ。左バッターボックスは3番ブラウン。第9投げた。見送ってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた。打った。小園を掴みました。勝利まであと1人。バッターは4番山田。言うな、何も言うな。ここは何としても抑えたい。僕が代表して制裁を下すのだ。謎の使命感いらないから。一旦の陣バックを手に取ります。やるのだ。やめろ、眠い。第9、おっと、おい、手が滑ったのだ。イヤロジンつけてたやないかい。危ない球。こら。第3球を投げました。決まった。ストライク。タイミング合いません。投球これから4球目。もう4球はダメだぞ。ネムロ、ロジンバックを手に取りまして気持ちを落ち着かせています。ここ始まった。ストライク。さあいよいよあと1球。もう1回。さあどうなる。投球はこれから6球目。打ちました。ファール。投球これから7球目。空振り三振。バットアウト。
根室三安がうなります。334兆円で破壊してやるのだ。いやまた関係ないですから。さて本日のヒーローは坂倉。山賊軍団はしっかり抑えたのだ。ほんと交流戦でも好調だぜ。トコダさんなのだ。行くのだ。立った飯、立った飯なのだ。交流戦に入ってチームも好調。まだ圧倒的最下位だけど、ここから巻き返すのだ。続くのだ。